5年ぐらい前に大雪やったん知ってます？すごいあったんです。僕が TBS のドラマを緑山スタジオでやってる時やって、大雪が降って、僕は午後3時ぐらい入りやったんです。でもまあ8時ぐらいに起きて、こう、ああうわ雪やってベランダ見ながら、なんか逆算して、こう交通情報とか見ながらやってたら、マネージャーから電話がかかってきて、今スタッフから電話がありまして、あの時はジャニーズの大倉君、肝心の大倉君とかいろいろ出てはってんけど、主要キャストの皆さんが大雪で来れないんで、あの予定がそこで来れないんで飛ばすんで、あの星野さんからのとこから行くんで、あの来てくださいって言うんやけど、いや俺も一緒の条件やってでしょ、なんで主要キャストが無理なとこに俺が行けんねん、俺だけなんか特別な行き方知ってるわけじゃないから、道路も電車も止まってる、電車も道路も止まってたの、あれ笹塚に住んでた時で、一緒やからって、もう都内全域止まってるからって言うて、結局もう一回来てんで、どうしても無理ですか、だからどうしても無理ですかっていう前に、どうしても無理やんって、俺何か見たことあるって、俺の背中からちょっとピッて跳ね出てさ、シュッシュッって、それその瞬間ちょっとでも見た、あ見たかっていうの見たことあるんやったら分かるけど、俺もやっぱり地を走る車を使うか電車を使うかしかないんです、緑山まではっていうのがあるから。まあほんでね、そういうテンパるスタッフが多いね、撮影どうしようっていうのは、ドラマとかそっちの犯人は。だから明日も撮影やから、もしかしたらそういうことがありえんちゃうかなって思ってね、うん、だからもう本当にトラウマなの。雪が降ったらやっぱり主役とかじゃなしに、そういう脇役っていうか、サブキャストの俺らになんかこう回ってくるからね。